優しくしなくちゃ、自分だっていずれそうなるんだからって言い聞かせた瞬間、なめてろって言っちゃうんです。それでご自分を責めてしまう。実の母と娘なんですもの、言いたいことが思わず出てしまうのは当然だと思いますよ。きっとお母様も感謝してみえますよ。それにちょっと羨ましいです。私たちは両親を早く亡くしてるんで。そうですよね。私、親の介護をしなくて済む人を羨ましいって思ってましたけど、母がいてくれるのは幸せなんですよね。あ、ごめんなさい、初めて来たお店でこんな話しちゃって。いい年した三姉妹が話し相手のそんな店です。ねえ、ほんとそうなんですよ。いつでもお話しにいらしてくださいね。ありがとうございます。また来ます。ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。またいらしてくださいね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いやー、みんな今日も綺麗だね。ポット3つね。はい、ちょっと待って、私レモンティーにするわ。かしこまりました。じゃあ失礼します。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。お気をつけて。今のお客さん初めて見て。さすが、この店の女性客を全て覚えている半谷さんですね。今の方、お母様の介護をされてるんですって。あら、そう、はあ、私たちは介護される側になりつつあるわね。お、そうだ、次の劇団憩いの作品なら介護をテーマにしようか。認知症とか寝たっきり老人の介護とか。ああ、私たちがやると老老介護になりますよね。ちょっと暗いかな。暗すぎます。皆さんは見る側に夢を与えなくちゃ。そうよね。もしさっきのお客さんが見たらますます落ち込んじゃうんじゃないかな。そうだよね。気分転換にお芝居見に行ってここでも介護ってちょっとしんどいですよ。そうよね。ちょっとテーマが重すぎると思いますよ。心が痛いです。そうか、わかった、やめよう。しかしコメディーにするって言っても、うちの劇団の客層は高齢なんです。やめましょう。はいはい。あ、さあ座りましょう。お待たせしました。ホット2つと、ありがとう、もみじさんのレモンティーです。ありがとうございます。この店でレモンティーって珍しいな。さっきのお客さんがレモンティーだったわ。それで柑橘系の香りを感じて、なんとなくこれを、あ、そういえばお宅の庭にレモンの木があったわよね。